りありがとうございました。いや、ほんと楽しかったっす、パリ祭り。パリソンザシティってバンドやってるんですけど、まあ、要はそれの、自主企画というか、春のパリ祭りっていうので、3月19日やらせてもらったんですよ。ハリケンジャーのコピーバンドですよね。そうです、シュシュッと三女湯で架空の架空語だから、あれすごいっすね。あれね、考えますね、戦隊もののそのやっぱ主題歌って。そうだから嗅覚もコピーしたくなったのかもしれない。あれほどの男でもそう、自主企画があって、まあ、いろんな出演者さんを呼んで、こう盛大にライブっていうものをこうやらせてもらいました。僕ら含めて7組、渡里健人さん、いたずらストアさん、山崎葵さん、セブンセグメントさん、グッドエイプリルさん、黒川裕二さん、誰か飛ばしてんな、誰か飛ばしてない、ちょっと送っていい渡里健人さん、いたずらストアさん、山崎葵さん、セブンセグメントさん、黒川裕二さん、グッバイエブリルさん、インプーセンターハリケンジャーのコピーバンドの7組の。いや、本当まず、出演していただいて本当ありがとうございます。皆さん。本当に、なんつうだろうな。やっぱなんか、自主企画ってなると、僕はなんか結構、勝手にそのプレッシャーとかちょっと不安とかっていうのが結構押し寄せてきちゃって、なんか何枚目くせに。そうね、各出演者がね、こういろんな人をこう巻き込んでくれて、なんかすごい盛大に終われたなっていう、ほんとそういう回でした。もうメンバーもみんな喜んでた。アクスが見る限り。うん。俺が見る限りね。俺が見る限り。本当嬉しかった。なんか、各出演者もすごい盛り上がってたし、で、パリソンザシティも今までで一番なんじゃないかってぐらい盛り上がった。気がしてる。アクス調べ。そう。アクス調べ、アクス調べ。ドラマーの視点だから、一番見えてるはずだから、ゴールキーパーだから。うん、フィールドプレイヤー全員を見渡してるはずで、一番盛り上がっす。撮ってるメモは汚そうかな。撮ってるね。メモ。あ、メモね。まあ、メモっていうか、まあ、脳内メモってことでいいですか。ほう、一番汚そうじゃん。俺の脳、いや、そこはなんか俺自分の脳を信じたいな。まだ、昨日だったし。昨日だから。パリ祭り。昨日だったから。で、まず、本当になんか、出てくれてありがとうっていうのを、見てくれたお客さんも含めてなんだけど、一緒に、こう、作り上げられた感っていうか、なんつうだろうな、こう、いや、これな、これちょっと言っていいっすか、俺。これ言語ができないですよ、この伝えたい思いが。どうしたらいいですかね、これ。拙い日本語でなんとかすればいいんじゃないですか。拙い日本語で、はい、誰だけを見に来たっていうことではなくて、なんつうだろうな、もう、いろんな、なんか、一つのバンドを見に行くっていうわけではなくて、一人の人間が、もう、いろんなアーティストを見てくれてというか、真剣にね。バンドやってて思うんですけど、なんか、全然簡単じゃないし、なんか結びつかないと、そういうことってなかなか起こせないんですよね。なんか、嬉しかったです。嬉しかったし、すごい、なんか励みになったし、なんか、嬉しかったらもう、自分、もう、あれが。何がこれ、どうすっぺかね、これ。これ、いろんな人間模様がなんかすごい嬉しくて、本当にまたやりたいなと思った。まあ、演者も楽しんで、お客さんも楽しんでもらえたって感じだったんですかね。本当その通りだな。俺なりにこうで、やっぱでも伝わってくるものがあって、本当にいい祭りでした。すごく出演者もなんか中打ちをみんななんか楽しそうにこう早く乾杯しようぜみたいな中打ちの雰囲気がちょっとあって、
それも、なんか、なかなか起きないって言ったらちょっとおかしいけど、中打ちやるって、その、初めから言ってたわけでもないのに、なんかバタバタしてたら、なんか早く乾杯しようぜみたいな雰囲気が、なんか、なんだろうなぁ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ほんとごめん、ちょっと待って、ほんとね、ライブって本当に楽しい空間なんだっていうのをこれから本当にこのチャンネルを通して広めていきたいし、このチャンネルを通して、このチャンネルをきっかけっていうのかな、ライブって楽しいんだっていうのをなんか知ってほしいし、それはもちろん自分らを知ってほしいっていうのも当然あるよ、当然あるし、出演してくれたその仲間もみんなに知ってほしいっていう、そのなんか影響力のかけらもない人間だけど、なんか頑張りたいってすごい思った。伝わりました？うん、ちゃんと伝わったんじゃないですか。本当ですか？うん、なんかだからそのために、いや、そのパリ祭りをまたやりたい、本当に。今のところまだ次やる予定は決まってなくて、3月20日時点では全員で楽しめるところを目指していきたい。なんかその場にいる人全員が満足してもらえるような、だからその輪を大きくしたい、すごい。もうそれがあのパリ祭りです。今回僕の春のパン祭りです。僕のパン祭りって言っちゃってる。春のパン祭りです。僕のパン祭り、パン祭りです。僕のやっべやべ、ちょっと待って、これはやばいな。パリ祭り、え、みよし、山田さんって書いてある。違う。あの、今回使った、あの、ステージが、Spotify Honest っていうところと、あの、セブンスフロアっていうところを、まあ、2回以上使って、あの、セブンスフロアでは結構、あの、アコースティックメイン、弾き語りメイン、座れたりするのよ。すっごいの、雰囲気が。うん。で、その6階のリルトネストっていうところは、いわゆるライブハウスだから。だからそこの感じもすっごい良くて。やっぱ長時間ってなるとさ、疲れるじゃないですか。ネスト行って、ちょっと体力減ったら、セブンスで、ちょっとアコースティックのライブを見ながら、ちょっと、ホイミできるみたいな。こう体力回復して、で、6階に下がって、ちょっとまた体力ちょっと削って、盛り上がって。で、上行ったらまたホイミして。あれ、そこら本当良くて、あの感じ。その67は自由だったな。670です。そう。1回は、あの、薄山田さんっていう DJ が流れてて、この人、ただものじゃないなって思ったのが、オープン前に、まあ、DJ の音出しチェックをしてた時に、あの、仮面ライダーアマゾンっていう、アーマーゾーン、アーマーゾーン、ふわーっていう曲があるんですよ。それのリミックスみたいなのが流れたんですよ。それ流れた瞬間、あ、この人ただものじゃねえなって思っちゃった。これを今なぜ流すみたいな。え、なんかこれ、え、すげえなみたいな。伝わるかな、これ伝わんなくてもいいです、これは。アクスはそう思った。そう。っていう、その、粋な DJ さんもいたんで、今回。だからもう、できればね、もうこれ完全に個人的な思いです。できれば、あの、2会場で、また次もやりたいなと思ってるんですけど、だからそのためにはやっぱ僕自身なんかもっと頑張ってなんかこう広げていきたいし、広げていきたいです、広げていきたい。俺を知ってもらってなんかその伝染させたい。パリ祭りをねまたやって、なんか今日みたいなやってよかったのっていうところにもうみんなでたどり着きたい。頑張ります。このチャンネルも変なチャンネルですけど、はい、やっていきます。なんか頑張る、大体頑張るって言ったやつ頑張んねえからな。そうなんすよね、ぼんやりしたやつが大体頑張るって言うからな。ぼんやり代表ね。いや、だからもう絶対広める、絶対広める。うん、その意思が大事だと思います。絶対広める、広めて、なんかその還元したいって言ったらすっげえおこましいけど、なんかこうテイクできるような人になりたい。それぐらいの思いになるライブだったということですね。いや、ほんとよかったっす。ありがとうございます。もう出演者と、まあ、ほんと来てくれた人と、バンドメンバーと、スタッフ、携わってくれた方と、会場っすよね。ほんとありがとうございました。またあの、ぜひ、あの、よろしくお願いします。まあ、いろんな人を
ライブに呼べるようになったらいいですね。そう、うん、このチャンネルを通じて、うん、阿久津のことは知ってるけどバンドのことは知らないってこと多いと思うんで。ああ、なるほど、うん、そういう人も来れるようになって、でバンドの良さとか音楽の良さを知ってもらえるといいですね。それがパリスに限らず、うん、ほんとそう、日本中のいろんなミュージシャンの皆さんと会う機会が増えたらいいですね。待って、それでよかったってこと？まとめただけです。あ、まとめただけか、すごい、はい、なんか今この何十分の葛藤をなんか今20秒ぐらいでなんかぶん殴られたみたいな感覚があって、ちょっとなんか人生の差をね、しゃあないよな。実際に阿久津が体験した、阿久津側から見た話っていうのは阿久津しかできないんで、はいはい、それはいいことだと思います。打ちひしがれてたのに頑張る原動力になったんですね。いや本当に一時期やさぐれてたからな。あの動画で映ってないところですごいやさぐれてたから不安もあったんだろうなと思ったんですけどね。うん、とよかったらな、みんなが頑張ってくれて、俺だけだ何もしてねえの、勝手に自分の頭そって氷かぶってそう、それだけだから俺やったら何もしてない、本当に頭そっただけ。もう俺もそのバンドのよりもっと芯の強いピースになりたい。チャンネル登録皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとう、絶対還元するから、絶対還元する、何かしらで絶対還元する、そういう人になりたい、よろしくお願いします。編集はあっという間そうですか？うん、大体見えました。うん、なんかあのだからみたいなのが2分ぐらい続いて15文字喋るみたいな。いや、ダメなんですよね。なんか生きのいい紹介とかもできないんですよ。言葉で紹介したんですけど、いいんじゃない、聞いてみてくれて。ほんとそうなんですよね、ほんとそうなんですよ。音楽って俺に来るもんあったから聞いてみてくれていいんだよ。その影響力がある男に阿久津がなってればいいんでしょ。ほんとそう、うん、そういうことだと思います。じゃあ前半戦は以上でいいんですか？そうですね。